2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略は半年が経過したが、ここ数ヶ月はロシア軍の進撃は見られずほぼ膠着状態にあるね。西側諸国では、ロシア軍もウクライナ軍もこの半年間の戦闘で兵力、装備ともに大きく消耗していて、戦況を大きく動かすことが可能な予備的な地上戦力を保有していないとの見方が多いな。これ以上の攻勢に出られないロシア軍と、反攻に転じることができないウクライナ軍、それぞれが行き詰まっている状況であるとの認識が広がっているみたいだよね。そうだね。さて今回は、そんな膠着状態のウクライナ侵略において、両国ともに兵力不足に悩んでいることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ国防総省の高官はここ数週間はロシア軍の侵攻は、ウクライナ軍の抵抗によってほぼ阻止されていて、むしろ劣勢に立たされていると見られる、との見解を示し、東部戦線、南部戦線のいずれにおいても、ロシア軍は全く前進できていないと指摘しているよ。ロシアのプーチン大統領の当初の目論見では、ロシア軍とウクライナ軍の圧倒的な戦力差をもって侵攻すれば一月もかからずにウクライナを支配下に置き、あわよくば併合できると考えていたんだろうが、ウクライナ人のロシアに対する抵抗感の強さを見誤ったと思われるぜ。プーチンが何を根拠にしたかはわからないが、ウクライナ人は、ロシア軍が進撃していけば大歓迎で迎えてくれるとでも考えていたのか。満足な戦略も立てずに首都キーウを陥落させようと、闇雲に大軍を投入した結果、ウクライナ軍の反撃を受けて大損害を被って撤退せざるを得なくなったからな。そして戦略目標を、親ロシア派の住民が多くウクライナからの独立を目指す武装勢力がいる、東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州の完全制圧に変更して、キーウ攻略から撤退させた部隊の再編成を行った上で投入し、一気に領州の制圧を狙ったね。多数の榴弾砲や多連装ロケット砲などで苛烈な砲撃を行いながら前進してくるロシア軍に、ウクライナ軍は後退させられ、ルハンシク州の大半を奪われたものの、西側諸国からの榴弾砲などの重火器支援などによって持ち直し、ドネツク州の大半を維持したまま膠着状態に陥っているのが現状なんだ。そして、これまでに数千発のミサイルをウクライナに撃ち込んできたロシア軍では、それら最新兵器の備蓄が枯渇していると見られ、対空ミサイルを対地攻撃に使用しているほか、装備の損失も大きいとされ、ロシア国内に備蓄として保管されていた、旧式の戦車などの装備を前線に投入しているのが確認されているよ。また、ロシア側からは正式な発表がないロシア軍兵員の損失については、西側諸国の情報機関からの情報に幅があるものの2万から4万人の戦死者が出ていると見られ、負傷者を含めた戦闘不能となった兵員数は7万から8万人に上るとされ、当初ウクライナ侵略に投入された兵員数の3割を失っていると見られているんだ。改めてこのロシアによるウクライナ侵略の過程を振り返ってみると、ロシア軍は侵攻当初、ウクライナの北部東部南部の3方面から同時に攻め込み、各正面ともその進行速度は速かったよね。プーチン大統領とロシア軍上層部は、このまま全正面において全戦力で攻勢をかければ、当初の1ヶ月で作戦は予定通りに進行し、北部では首都キーウを占拠、東部と南部ではドニプロ川ドニエプル川を越えてムイコラーイを落とし、オデーサを陥落させた後にさらに前進して、ポーランド国境まで攻め込めると想定していたであろうと思われるよ。侵略前、ロシア軍では図上演習を繰り返し実施して作戦成功を確信した後に、プーチン大統領に報告して決断を仰いだものと思われるが、それが大きく破綻した原因についていくつか、西側の軍事専門家などから挙げられているな。その理由の第一に挙げられているのは、ロシア軍がウクライナ軍の実力を見誤ったことだよね。2014年にクリミアを併合した際に、クリミアに侵攻した際のウクライナ軍があまりに弱かったことから、ロシア軍上層部は20万人に近い地上軍が進撃するだけで、ウクライナ軍は戦意を喪失し簡単に降伏すると見下していたと見られているんだ。それと並んで大きな理由とされているのは、事前に進められていたはずの、ロシアの特殊部隊によるウクライナ国内での秘密工作で、特に特殊部隊によるゴロディミル・ゼレンスキー大統領の暗殺計画が、2週間の間22回起訴されたが全て阻止されたとされているみたい。もし、侵攻直前にゼレンスキー大統領暗殺に成功していれば、ウクライナ政権内部は怒涛のように侵攻するロシア軍の前に大混乱に陥り、あっけなく降伏した可能性があったと指摘されているぜ。また、秘密工作員の手引きでキーウ近郊にあるホスメイトリ空港アントノフ国際空港を、占拠するための空挺ヘリボーン作戦部隊が一時的に成功したものの、増援空挺部隊が空中機動中に撃墜されて空挺部隊が全滅したほか、ロシア軍が空港を利用して増援部隊を送り込んでくることを察知していたウクライナ軍が、迫撃砲などで滑走路を破壊して使用不能にしたことも大きな失敗とされ、やはり特殊部隊がウクライナ軍の抗戦能力を見誤ったとの指摘があるよ。そして、ベラルーシから南下してくる地上軍が足止めを食らい、ホスメートリ空港を一時的に占拠していた空挺部隊と合流できなかったことも大きな理由とされているね。キーウの北 40km のほどにあるデミディウ村の水門を、侵略が始まった翌日2月25日にウクライナ軍が破壊したために同村一帯が水没し、広範囲にぬかるんだため、ロシア軍部隊は通過できず渋滞し、大きく迂回する際に長い車列となって、ウクライナ軍が運用していた無人機、バイラクタル TB2 や西側諸国から供与された歩兵携帯用対戦車ミサイル、ジャベリンなどによって次々に破壊され、大損害を出して撤退することになったってわけ。ロシア軍の失敗は、空挺部隊などによってこのデミディウ村の水門を確保しておかなかったことにあるんだけど、この水門は第二次大戦時に、ナチスドイツがウクライナに攻め込んだ際、ソ連軍が破壊して、やはりドイツ軍が足止めを食らわせたことがあったにもかかわらず、同じ鉄を踏まされたことになり、いかにロシア軍が過去の戦死を軽視していたかが推し量れるね。また、空港占拠と同時に、キーウ市内においてもウクライナ軍を装った、ロシア特殊部隊の兵士が、高射機関砲を搭載したトラックで市内を銃撃して撹乱を狙ったのであるが、これについてもそれを予測していたとされているウクライナ軍によって、目的を果たす前に全員が殺害されているが、もしロシア軍が空港の確保に成功し、そこに送り込んだ増援部隊と北から侵攻してくる本隊が合流してキーウに突入していたなら、特殊部隊による後方撹乱と合わせてキーウ市内は大混乱に陥っていたと見られているぜ。そして、落ち着きを取り戻したキーウ市内などで、親ロシア系の住民などで、ロシア軍に協力していた情報提供者の逮捕が相次ぎ、ウクライナ政府や軍の重要施設などの破壊を免れたことも、ロシア軍が撤退せざるを得なくなった理由の一つとされているね。また、メディアがあまり報じていない情報として、ウクライナがロシアによるサイバー攻撃を防いでいることも、ロシア軍の侵攻を鈍らせている要因とされているよ。ウクライナでは、ロシアが侵略を開始する以前からウクライナ政府や軍などの重要インフラに対するロシアによるサイバー攻撃対策として、マイクロソフトがチームを結成して24時間体制で支援していたらしいな。このマイクロソフトのチームによって、ウクライナ政府、軍、警察、消防など、市民生活を守るあらゆる組織のインフラに仕掛けられた、サイバー攻撃を7割以上阻止できたと言われているぜ。現時点でもロシアによるサイバー攻撃が繰り返し実行されているが、ウクライナはそれを阻止しているものとみられ、情報戦においてもロシアはウクライナの実力を見誤っていたと言えるだろうね。陰ながらウクライナを守っているんだね。縁の下の力持ちってわけだ。ウクライナ軍の奮闘と、これらのロシア軍の齟齬によって膠着状態となった侵略戦争は、両軍ともにそれぞれの事情により地上兵力の急激な増強を見込めない現状の中で、戦況を好転させる打開策が見当たらないまま長期化の様相を見せているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。それじゃあ今日も雑学いってみよう。待ってました。今日はガリガリ君誕生の物語について解説するね。ガリガリ君は、埼玉県深谷市に本社を置く赤城乳業株式会社が、製造販売する評価で、年間4億本もの売り上げがある大ヒット商品なんだ。1981年昭和56年に販売が開始されたガリガリ君は、片手で食べられるかき氷をコンセプトとしていたんだ。当時は木のスプーンで食べるカップアイスが主流で、子供が外で遊びながら片手で食べられるようにガリガリ君が開発されたんだ。ガリガリ君のパッケージは発売された当初、昔のガキ大将をイメージしたデザインだったんだ。しかし、その歯茎が見えるガキ大将のパッケージは特に女性に不評で、現在のような爽やかな少年のデザインになったんだ。このデザインの変更を行った翌年の2000年平成12年には販売本数が1400万本も増加したんだ。これにより目標としていた年間1億本の販売を達成したんだ。また、発売当初と現在ではかき氷も変わっているんだよ。発売当時は中のかき氷をそのまま固めるだけだったが、それだとスティックからアイスがすぐに落ちてしまうんだ。開発チームは頭を悩ませた結果、現在のような外はシャリシャリのアイスキャンディーで、中はガリガリとしたかき氷になったんだよ。この2層にするアイデアは開発チームが貝を見てひらめいたものなんだよ。貝は柔らかい身を硬い貝殻が守っているところから、ガリガリ君も2層にしてみることになったんだ。こうして、かき氷をアイスキャンディーがコーティングするガリガリ君が誕生したんだ。その結果として、ガリガリ君は片手で気軽に食べられるかき氷となり、大人気の商品になったんだ。そして、ガリガリ君は現在では夏の定番アイスの一つとなっているね。ちなみに、歴代の人気ランキングは、1位がソーダ味、2位が梨味、3位がコーンポタージュ味なんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。